純子との一番古い思い出は、まだジャングルジムのてっぺんまで登れない小さな頃、鉄パイプの重なりをそこから見上げた四角い向こう。あのてっぺんだったら、ふんわり丸いお月様まで手が届くと本気で信じていた。私たちはまだ3歳だった。初めて会った時、純子は幼稚園の花壇のアリの巣に唾を入れていた。昔昔のお話ではなく、今日の昨日の明日のお話、深い深い森の奥ではなく、みんなのすぐそば、お池の底の生温かい泥のうち。ザリガニ乙女のザリーさんとガニーさん、2匹は毎日一緒に暮らしていました。ゆったりと降る雨の中包まれて、出て行きたいのに包まれて。そんな不満げな顔してどうしたの？何でも魔法少女メポリンに相談してごらんなさい。メポリルメポリラ、何でも解決してあげる。はい。生活保護給付金の不正受給が憎らしい。無理。政治とかじゃなくて、もっと身近なやつ。はい。ここのボタン取れそう。お母さんにお家でやってもらって。お母さんいないよ。お父さんにやってもらって。はい。もっとあるでしょ、魔法の力でないと解決できない問題が。お腹すいた。はい、うまい棒。はい、ダンゴムシ。かわいそうだから逃がしてあげましょう。またね。はい。はい、純ちゃん。純ちゃんです。願いは何？女王様になりたい。オッケー、そういうの待ってた。いよいよメポリンの出番ね。ねえ、メポリンって何？純ちゃん知らないの？知らない。みんなの不満を解決してあげるんだよ。メポリル、メポリラ、ヒュルル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 。純ちゃん、女王様になーれ。私の靴をお舐めなさい。はぁ、女王様っぽい。メポリンは何でも叶える便利屋さん。それ違うよ、魔法使い。惜しい。魔法少女メポリンだよ。アニメ見てないの？テレビないもん。じゃあ今日うちにおいでよ。メポリン全部買ってもらってあるのよ。ないよ。え？どこにもないよ、余裕なんて。もうアラサーなんてとっくに超えてんじゃん。切羽詰まってんじゃん。ザリガニのおとぎ話が好きだった3歳の私たちは、今やアラサーとも呼ばれない年齢になり、大好きだったはずのおとぎ話の結末をなぜだかちっとも思い出せない。おかえり。ただいま。バイト？うん。あ、これ廃棄弁当。はい、カルボナーラ。またか。まただ。純ちゃんは？私はいいから大丈夫。ねえ、それより鍵開いてたんだけど。あ、ごめんね。うん、ごめんね。つか、さっきからそのポーズ何？ピラティス。へえ。あ、お願いがあるんだけど。お金なら私もやばいから。純子は渋い顔をした。お互いにバイト生活カツカツなのは分かっていた。ごめんね、難しい。10年一緒に6万円のワンルームに住んでいた。10年一緒に夢を一緒に見続けていた。分かった、1万円で足りる？ごめんね。夢の大きな物陰に隠れて、私はズブズブに甘えていた。いつでもいいよ。うん、来週返すから。それより締め切り来週頭だけど大丈夫？ねえ、トモリン、ピラティスやめない？ピラティスりながら考えてるんだけど。サンプルは絶対に提出するからね。簡単に言うけどさ、ディティールデザイン、コンセプト、パーツ、色、素材、こんだけ私決めなきゃいけないんだけど。分担でしょ、トモリンが素の、私が体。はい、これ。そうして純子は大量の糸やら布やらボタンをバラバラとテーブルにぶちまけた。そのカラフルな色とりどり具合が私の心を締め付けた。プレッシャー、二人の夢、デザイナー。大丈夫、絶対に二人ならできる。信じてる。信じてる。きっと願いは叶うから。きっといつかは叶うから。憧れ夢見るザリーさんとダニーさん。よし、もうちょい考える。よろしく。ピラティス。そのピラティスで考えられるの？微妙。ダメじゃん。でも微妙だけどゼロじゃないし。ゼロじゃない。可能性。可能性。明日は？バイト。私もバイト。仕方ないよね、お金がなければ生きられない。夢叶える前に死んでしまう。もういい年だし、現実見なくちゃだし、生活しなきゃだし、おしゃれしたいし、女磨きたいし、彼氏募集中。私いるし。知ってるし。毎日は毎日の連続で、一花咲かせたいのに。一花だけでいいから。咲かせたい。すこぶる綺麗で可憐なハスの花。何笑ってんの？え？ああ、子供の頃思い出してた。てっぺんを通り越した深夜、私とともりはチクチクせっせと洋服を仕立てていた。締め切りは明日に迫っていた。考えたらうちら長いよね、腐れん。なんだかんだで20年超え、熟年夫婦か。あれどこだっけ？あれってこれ？それ、ありがとう。ねえ、小学校の時の小田くんっていたじゃん。誰？カビパンマン。ああ、机の中にパン隠したって。
驚き驚くカビ事件あったね。小田君今 IT 系の社長だって。すごいね、カビパンマンも社長になれるのか。不公平不公平。ねえねえ、生理ってきた？まだなんか大変そうだよね。ね、女子ばっかり不公平不公平。あ、ピアノのお稽古あるからもう帰るね。ともりちゃんピアノ始めたんだ。うん、いいな。じゃあバイバイ。バイバイしない。え、バイバイしないよ。前も言ったよ、バイバイだとともりちゃんともう会えなくなっちゃいそうだから、うん、それならじゅんちゃんもともりんって呼んでよ。前も言ったよ。だって私がともりんって呼ぶと怒る人いるから。いいよ気にしなって。でも意地悪されるの私だし。うん、そっか、嫌だね。しょうがないよ。先生に言ってあげる。チクったって言われるからいい。じゃあ二人だけの時はともりんって呼んでよ。いいの？せーの。そっか、小3まではともりちゃんだったんだ。幼稚園からだと思ってた。なんか不思議。考えたら中学の時にさ。何？純ちゃんが言ってくれたじゃん。あれきっかけだったね。放課後、昼間は何十人もの不満が満ちた教室に私とあなたの二人だけ、当時流行っていた曲のサビだけを二人で口ずさんでいて、ちっとも先に進まずに。赤点補修の因数分解のプリントもちっとも進んでいなかった。コンクールに向けて吹奏楽部が練習をしているのが聞こえていた。トモリンってデザイナー向いてるんじゃないって言ってくれた。でも夏休みになって離れ離れ、それでも文通は続いた。なのにある日を境に手紙は来なくなり、何度も私がどんなに手紙を書いても返事が来ることはなかった。それでも手紙の中に書かれたトモリンの丸っこい文字を信じていた。素敵なアイデア思いついちゃった。大人になったらお洋服のお店一緒にやらない？中学の時私引っ越したじゃん。夏休みだったね。あれ今思えば夜逃げだった。え、マジで？子供だから分かんなかったけどね。大変だったんだ。そういえば毎週文通してなかったっけ？1年くらいね。でもトモリンが返事をくれなくなって終わった。そうだっけ？なんか変なこと書いたんじゃないかって心配してた。覚えてないな。彼氏が私にできたから。思い出した。1年ぶりに再会した純子はもう大人の女になっていた。自分が恥ずかしかった。恥ずかしい自分が悔しかった。そんな自分が嫌だった。別に避けようと思ったわけではないが、嫌な気持ちを見たくなくて、ずるずると時が過ぎていったら夢も忘れていた。スーパー銭湯で偶然再会したのが10年前だった。純子は服飾系の専門学校を卒業して、私は普通の短大を卒業して、お互いにフリーターのチューブラリンだった。中学生の時の嫌な気持ちはとっくに忘れていた。昔話に花を咲かせていたらあっという間に10年経った。2人で夢を育てた10年だった。2匹のザリガニ娘は泥のどん底沼の中、せっせとハスの根世話をする。お池の国のナマズ王様ヒゲをくりくり今日もブラック搾取する。2匹のザリガニ娘さんたちを働かざる者食うべからず、そんな夢みたいな夢を叶える前に働かなくっちゃ。2匹は人生の残り時間を計りより1時間880円バイトで生活支える泥の中、よいしょよいしょ。花が咲かなかったらそんな泥臭いことは無駄でしょう。アメンボさんは水面スイスイ軽やかに。ザリガニって言っても女の子なんだから可愛くなりたいでしょ。見てこの腕と足スラッと綺麗でしょ。努力してますもの。エステにネイルにアクセサリー、コスメティックにブランドバッグ、いっぱい女の子は鏡の前でやらなくちゃいけないことがあるのに、なんで今目の前の鏡を見ようとしないの？わかんない。きっといつかはすこぶる綺麗で可憐なハスの花なのに、近頃ちっともすこぶれず、シャカシャカ、ヒラヒラ、糸糸、直近、チョキチョキ、スイスイ、ヌイヌイ、直近直近。ちょっと待って、なんでそこ切っちゃうの？え、やり直し。夜明けはしらじらと垂れ下がり、もうろどん詰まりの4時半がだれていた。自分で自分のことが嫌になってイライラした。荒くてもいいからやり直そう。メポリムメポリラ、メポリムメポリラ、メポリルメポリラ、メポリルメポリラ、メポリルメポリラ。雨が降るとザリガニさんは不満です。せっかく昇格にリボンつけたのに、ハサミカチカチお空に向ける、せっかくお洋服素敵に作ったのに、触覚プリプリ雫を払う、キラキラ光る水草の糸、緑もふわふわ紡いで縫った、かわいいドレス、糸ミミズのピンクのリボンがアクセント、ないよ。え、
針ついてない。どこ？知らない。探して。探してる。ちゃんと見つけてよ。見つからない。なりたい自分を見つけたのに、なれない自分を見つめてしまう。ちっともダメか。結局ダメか。欲しい洋服いっぱいあるのに買えない。洋服いっぱいあるもん。いいないいな。欲しいな。かわいいお洋服。素敵なお洋服。かわいい私。素敵な私。お金がないの。買えないの。世界にたくさん、こんなにたくさん、食べたいものもいっぱいある。行きたいところもいっぱいある。無理無理できない。行かれない。もっと遠くにいるはずだった。もっと輝いているはずだった。無理無理できない。行かれない。なんで。なんで。もう笑けてくる。うん、笑えない。笑えるでしょ。うん、笑えないから。何言ってんの。絶対に採用されるって。そんなの分かんないじゃん。超能力。絶対に大丈夫だって信じようよ。間に合わないって。今回ダメでも次のステップアップになるんだって。もう無理。ともりん、ここは踏ん張ろう。10年分の夢が叶うんでしょ。何にも叶わなかった10年でしょ。すぐ投げやりになるからでしょ。チャンスは今まであった。なのに弱気になるからでしょ。もう強く心持ってよ。なのさ。じゃあ私もう限界だから、ギブアップ。あとは一人でやったら。何それ。もう巻き込まないでくれる。こんなこと言いたくないけど本当迷惑。純ちゃん、夢だ夢だって言うけどさ、勝手に私の夢に乗っかってきただけじゃない。迷惑って何。もう終わりにしてくれないかな。お金もない、若くもない。だったら夢は夢のままに終わりにしてもいいんじゃないの。裏の畑でポチが泣いても大判小判は出てこない。それが現実じゃん。バカにすんな。今までやってきたことが全部邪魔だったってこと。私いろいろ我慢してきたからね。一生懸命夢の糸口探して部屋にも住まわせてあげて、私の彼氏寝取っておいて迷惑って何。え、知ってるから。私別に好きじゃないから。知ってる。ただ羨ましかったんでしょ。だからって人の音も取らないでくれる。じゃあさ。何。お店のものは取ってもいいの。万引きはしてもいいんですか。お店にあんたの写真貼り出されてるんですけど。知ってた。知ってた。最悪。もうさ、殺して。殺してよ。純子はハサミを私に持たせて。もうこんな方法しか思いつかない。自分で何にも考えられないし、自分で命を絶つ勇気もないバカだから殺してよ。やだよ。刺さないと。刺すの。純子もハサミを握って私を脅す。カーテンの隙間から新しいお日様が差し込む。細い光の筋の中、埃が漂っていて、あなたと私はハサミを持って向かい合う。私ね、実家に戻ろうかなって思ってる。お父さん病気で癌だってさ。嘘。結構やばいんだって。知らなかったでしょ。 LINE とかには書いてないもんね。お互いに、お互いの携帯を盗み見ていた。10年だった。超能力なんてないから分かんないよね。魔法とか奇跡なんてないかな。ないよ。魔法少女メポリの DVD が並ぶ棚から音がした。カサカサと乾いた音だった。何。ゴッキ。あ、やだ。生ゴミすぐに片付けないと。どうしよう。やるしかないでしょ。そーっとメポリの裏を見ると、真っ赤なハサミを振りかざしてザリガニがいた。何これ。ザリガニ。はあ、どっから入ったの。そう、純ちゃんでしょ。私じゃない。私でもない。どっちのせいでもない。ザリガニは背中に筋が入っていて脱皮しそうだった。ザリガニって言えばさ、幼稚園の時ザリガニのお話聞いたね。うん、ザリーさんとガニーさん。あのお話の結末って覚えてる。最初から考えれば思い出すんじゃないの。そっか。じゃあその間にこれ、かわいそうだから川に逃がしてくる。なんかごめんね。うん、ごめんね。鍵かけておいて。うん。バイバイ。バイバイ。昔昔のお話ではなくて、今日の昨日の明日のお話。深い深い森の奥ではなくて、みんなのすぐそば、お池の底の生温かい泥のうち。ザリガニ乙女のザリーさんとガニーさん、2匹は毎日一緒に暮らしていました。ゆったりと降る雨の中包まれて、出て行きたいのに包まれて。ザリーさんとガニーさんの2匹の名前から一文字ずつ取ったガーリーハウスと名付けられた仕立て屋さんの屋根には、すこぶる綺麗で可憐なハスの花が真っ白に咲いていて、王様ナマズもアメンボさんも驚いて。足がチクッといたんだ。踏みつけていた二人で作ったお洋服の中、あ、針があった。私は走っていた。